京都ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズの14回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね、まあ、よく投打が噛み合ってますね。そうですよね。まずはファイターズの先発有原が札幌ドームのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？さあ、ランナーを一塁に置いています。バッターボックスには大谷、そして一塁ランナーは田中。打ちました。球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みますね。どうかなと思ったんですが、ギリギリスタンドまで持っていきました。そうですね、ちょっと低いかなと思いましたけどもね、伸びましたね。これで1点差に迫りました。さあ、そして打席には大谷が入っています。ここは期待していいと思いますね。さあ、一打勝ち越しの場面となっています。まあ、リードを奪っておくことで試合を優位に進められますから、ここで決めたいですよね。なるほど。強い、センターが抜けていく、中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰っていきました。ファイターズ勝ち越し4対3。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。さあ、勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いやー、見事なタイムリーでしたね。リードを取りましたが、ゲームは序盤、追加点まで行きたいところ。ここはつなげておきたかったんですけどね、次は勝負強いバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。はい、その期待のかかる大谷がバッターボックスです。抜けた、セカンドランナーかえれば勝ち越し。チームとしてはいいところでカーブに回しましたね。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここはつながっていますから、このチャンスで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですよね。しっかり捉えた、サードが抑えた。二塁送球、二塁アウト、これでスリーアウト。さあ、先いいと思いますよ。その期待に応えてほしい大谷が初球から打っていった。ワンバウンドヒットになった。ボールが続け、ライト前ヒット。これで4打席連続のヒット。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。まあ、そうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。バッターボックス中田、ファイターズこの回1点を入れています。さあ、同点に追いつき、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。まあ、このままここをしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。バッターボックスの中田、今シーズン得点圏での打率は3割1分3厘となっています。いや、タイミングのいい4番バッターですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。抜けてますね。
つないでなんとか勝ち越しに持っていきたいですね。なるほど、そうですね。膝元へ曲げてきましたが外れます。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。このチャンス、しかし打つことはできません。バッターボックスには6番ハラミ。ファイターズ、この回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、引っ張った、一塁間抜けた、中継にボールが送られた、サーバンがホームイン。ファイターズ勝ち越しました。6対5になりました。リードを奪いました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。うん、そうですね、理想的な形ですよね。ゲームは中盤です。まだイニングは残っています。さあリードを開いていけるんでしょうか。バッターボックスに入ります。打った、大きな打球だった、ライトバックバックバックする、ライトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。